はい、前回はね。特別編ということで、まあ、メイク動画をお送りしましたが、意外にみんなよ喜んでくれてまあ、女子とかね。やっぱりメイクとかする人が喜んでくれた印象があります。コメントとかもなんか自分に役立ったりしました。そんなでボスぐらいでごちゃごちゃ言うやついるの？って言うて。 いいないかみたいななんかしいんですね多分なんか自分なんかがこんなものを持っていていいのだろうかみたいな私も「いいかな」みたいな自分で稼いだお金で買ってるんだからいいかなみたいな <laughs> 気にし方をねしちゃうのではいそんなの気にしないでいいんだって思ったこととかあとコメントになんか鼻と口の間がなんか緑っぽい青,青緑っぽいけどあれなんですかみたいな書いてて。 なんか前他の動画でも思ったことあるとか言ってでも私もなんか影なのかなと思ってなんかほっとい気にしないようにほっといたんだけどでもそういえばそうだなと思ってなんでだろうと思って照明をこう顔にいろんなところで当てたりとか動画撮ったりとかしてみて確認したんですよ、でも,もしかしてヒゲ生えてんのかなみたいな脱毛ちゃんとしてるしな、ヒゲ生えるとしてもそんなに生えないはずだしえなんか毛根めっちゃしてるのかなみたいな。 確認したけど、まあそんなに毛は生えてなくて、何かと思ったら私の皮膚が白薄すぎて、あの血管がめっちゃ透けてました。<laughs> 唇の上の血管がすごい表側にあって、でそれをなんか一回言われるともうめっちゃ気になってくるじゃないですか。なんか血管やばいと思ってメイクさんに、血管が生いててなんか青い青く見えるってすごい言われたんですけど、どうしたらいいですかって言われて、あの血管は。 あそんなこと気にしたこうってなかったけど血管はだって気にしないんじゃないんですか普通に生きてたら別に血管だなって思うだけじゃないですかこう肉眼で見えたらそうだからなんか映像とかでなんか青っぽいみたいなのって映像に映る仕事してないとやっぱり気づかないから。 なんかそんなの気にしたことなかっただって教えてくれといたらさ直すじゃん別になんかだってさメイクのさとかだってさデカめにするためにここのマスカラをこうしましょうみたいなのとかさ教わるから分かるわけじゃんここはこうした方が可愛いんだなっていうのがさそうなんか一応さそのなんかソーシャルビューティー的なものに全部合わせることはないしこう既存の価値観みたいなのに合わせることはないけどでもなんかそういうものがある ね、なんとなくこういう風だったらこういう印象になるとか分かって目が近かったらクール系に離れてたら可愛い系になるとか,なんかそういうさなんとなく学ばなきゃ学んだりとかかかと踏まなきゃ分かんないことってあるじゃんでも誰もさ靴の上は血管が浮きやすいのでコンシーラー塗りましょうとか教えてくれなかったじゃん教えてくれないから知らなくてさでも青はやっぱりそのなんかオレンジとかで消えるから。 オレンジのコンシーラー塗ったらいいよって言われて最近はそこにオレンジのコンシーラーを塗るようにしますまあ、前回の補足的なことですねはい、メイクしない人はねもしかしたら退屈だったかもしれないけどまあその分はね私の顔を普通の喋ってる顔を久々に見れてまあ良かったってことで <laughs> そのぐらい言わせてもらう自信が最近ちょっとついてきました、まあ、まあ本当にひどい状態からねひどい集計恐怖からちょっと立ち直ってそのぐらいのね まあみんな可愛い私はつみたいでしょって本気でちょっと本気で言えるぐらいはだって本当に私のこと好きな人は本気でそう思ってくれてるじゃないですか。 もう家ではかなり強気でいられるようになったんですよやっぱりもう結婚して5年経ってるし「えー、ねなんか私今日可愛くない何で今日こんなに可愛いんだと思う?」みたいな「いや前からいつも可愛いよ」みたいな、ね、そういう会話ができるようになってで子供とかにもね「えー、なんで可愛いんだと思う?」って言ったら「えー、僕のこと好きだからじゃない?」みたいなまあ一人称は自分の名前なんですけど本当は息子は「えー、僕のこと好きだからじゃない?」って言って「えー、やっぱりそうかな好きな気持ちが顔に出てるから可愛く見えるのかなキャ!」とか言って。 ね、そのアホアホ、アホ家族をして楽しんでますけれども。まあそんな感じでね。まあ前回も見てくださってありがとうございました。本日は7月7日。えー、1 2, 3, 4, 5, 6,、2、3、4、5、6、7! 今やれるアイドル、七でーす久しぶりみんなどう七七のラジオの声と、かわいい。わかる。 ナナは今年1年も聖子ちゃんを守ったよということでね私のめっかわの守護神、えー、今やれるアイドル趣味はバンドマン全員バンドマンのバンド内の全員を全パートを送ってバンドを内部内部構想させて壊すことが趣味のなな、えー、ちゃんの7歳から7歳への誕生日ですねで7月7日はねいつも毎年ここ3年ぐらいはなんか宮崎沖縄北海道とかなんか ライブをねしてたんでですよ毎年でしてる季節なんですい大体これライブツアーの季節かな多分だと思うんですけどツアーしててなのでみんなこうナナちゃんやスタンドフラワーをねナナちゃんのお宅の方がくださったりとかねして。あー 遊ぶことがみんなと遊ぶことができていたので、まあ、ちょっと寂しい気持ちはありますが奈々ちゃんの今日は奈々ちゃんの誕生日にこのラジオができているということでねみんなでお祝いしましょうありがとうございますわいすごいね誕生日までぬいぐるみに誕生日あるってすごいねまあなんか誕生日って本当に いいよね。みんな、なんか、私のファンの人、誕生日苦手だった派の人が多いんですけど、まあ、生まれたことは無条件で祝福すべきですよ。なので、私が。 絶対に祝,います、まあ、祝ってくださいみたいなさないよようにしてるんですよなぜなら私ファンクラブのお祝いコメントを毎年みんなに送っててそれをこうなんか全力で生まれてありがとうの気持ちを込めてるからその何かファンクラブの人の大切を以上の大切をこうなんか。 それってファンクラブの大事な大事な気持ちを込めて作ってる特典だから、それ以上の特別なんかあんまり作らないようにしようみたいな思ってるんですけど、まあすっごい返さざるを得ない面白い DM とか来たらたまになんか受けるとか返しちゃうんだよね。返しちゃいますね。<laughs> はい。だから、まあ誕生日に何かレスが欲しいなって本気で思ったら、頑張って面白いことをやってみて <laughs> くださるのは どうでしょうかということで、前回はこのメイクの配信にしちゃったので、前々回に募集した、またこのラジオテーマをこう全く一切やらないっていう回になっちゃったので、こう、誰にも言えないことっていうね、テーマで、DM、ダイレクトメッセージのみで募集して、この中、まあ名前を伏せて、誰にも言えないことだから、あの、 みんなの誰にも言えないことを私が盗み聞きしようというね、会にしたいなと思います。はい、まず最初の誰にも言えないこと。家を買いました。誰にも買えないっていうか、いつ言うのが面白いかなーってだけなんですが、え、すごいですね。家おめでとうございます。早く言えよ。はい、別に。でもそういうのあるよね。自分の中で大きいことをさ、他人がどれぐらいこう、 一番ののリアクションででさもらえるるようなな発表の仕方ってあるじゃないですかなんかね難しくないですか意外にさこう「アルバム出ます」とか言ったってそれって自分の中でめっちゃ大きいしまあ街のファンの中でも大きいかもしれないけどなんか出し方ちゃんとしないと「ふ運アルバム出るんだ」ぐらいにしか思われなかったりとかなんかね自分にとっての大きいやつと人にとっての大きいやつ違いみたいなのはなんかね なんか1枚の写真がの方がバズって私のアルバムのが出る情報の方がバズらないみたいなことだってあるわけだからねそういう切ないことだってあるから難しいよね大々的に発表したいもんね家を買ったことはでかいことだからはいじゃあ,あの大きく大きいこととして受け取りました家買っておめでとうございますよ本当にすごいよ家買うなんて。 いやーなかなか東京でまあこの人東京か知らんけど東京で家買おうってなんないからねいろいろ考えるとだってメリット考えると怖くないですかなんか、まあ、災害とかもあるけど、ね、子供がいじめられたらどうしようとかすぐ引っ越せる環境の方がいいんじゃないかとか,かいろいろ考えちゃってねなかなか家は、まあ、私は一軒家をこう普通の借家にしてねこう借りてる借、うん、家を借家でしているで大家さんはこの元家族この家 その家に住んでる元家族が大家さんっていうね家ですけどに住んでます <laughs> はい次行きたいと思います大森さんこんばんは誰にも言えないことですが片方の乳首が陥没していますしかもどうやっても出ないタイプの乳首ですなので人と温泉も嫌だし過去彼氏ができて興味くらいはあってもキス以上は えー、ためららいい経験は数えるぐらいです20代でいろんな人と恋愛して楽しいビッチな遊び方をしている人たちを羨ましいと思いながらもいやでも手術してまで気楽にセックスしたいかというとそうでもないような気がしていま、えー、だに乳首が出ていたらどんな人生だったかと思うと胸を締め付けられる思いですまあ乳首は常に締め付けられていますがただこういう事情で女友達との会話でセックスの話題は避けていて初体験もかなり遅かったので女版処女中 だと、ネットで友人に粘着的にか叩かれ続ける始末処女が叩かれるべきことなのか疑問ですが、大森さんは手術するのってどう思いますか？これ絶対手術しましょう。こんなもんだって。コンプレックスになっても手術消せるもん。別に消せたいいでしょ。こんないや。それはね。そのセルフをその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 ものを愛してくれる人がいるよ。っていうのはそれはもう綺麗事ですよね。だって自分が嫌なんだから。 だって別にそんなそれを受け入れてくれてる人がいようがいなかろうが自分が嫌なんでコンプレックスだったらもうそりゃ直したらいいよもうだって温泉まあ温泉は私も嫌ですけど <laughs> 言ってねまあなんか乳首が治ろうが治らなかろうがなんかね恥ずかしいもの恥ずかしいってどこかしら恥ずかしいなんか私なんか体の形自体が恥ずかしいですからねなんか私そうなんか恥ずかしいもの恥ずかしいじゃないですか。とからねまあでも乳首で解決するならそれ直した方がいいよも、まあ、は そのあの自分だったら直すけどその知り合いとかに友達とかにいたらすごい直さない方がいいよ見,見たいって思うタイプというか見たいと思うタイプってすごいこ怖い人みたいだな怖いなこれは性的なあれになっちゃいやだないやでも何かそれも可愛いよって思っちゃうけど人事だったらひ事っていうか周りにいる友達とかだったらえそれも魅力じゃんって思っちゃうけどでも自分だったらもうねなんか。 だって自分ってもうなんか本当にだってそのなんか鼻の上に血管浮いてるでも気になっちゃうんですよそんな気になっちゃうで自分の身体的特徴なんても超気になっちゃうじゃないですかとかも直しゃいいもんは直しゃいいんだよ本当にね20代でいろんな人と恋愛して楽しいビッチな遊び方をしてる人達楽しそうだよね <laughs> あそね楽しいだろうね遊べてたら楽しいだろうねそのまあでも本気でも楽しいか 本気で傷つくのが楽しいっっててとかあるもんねね恋愛ってね、うん、そうだそうだ、えー、誰にも言えないこと、えー、30超えて親指しゃぶりとあと鼻くそほじくって食べてる思うに人前ではしないので孤独が長すぎたのかと分析しています人並みに他者とのコミュニケーションにあるある程度時間を割いてたらこんな状況になっ,たなってなかったかなとか思ったり思わなかったりもう。 これもう鼻くそほじりながら読んでやりましたよ。わざと。く <laughs> いはしないけど。<laughs> 鼻くそなんかほじりゃいいんだよ。別に。<laughs> 鼻とかさ、耳とかさ。なんかさ、あの。ほじりすぎたらさ。あの、なんかケツ、なんかわかりますか？さぶたっぽくなるのわかります。かさぶたって固まるじゃないですか。で、か、そのかさぶたが、なんか耳くそな汚ねえな。この話。耳、食事中の人、ごめんなさいね。耳。 耳,耳にします鼻よりは <laughs> 鼻よりは綺麗な感じがするからなんかでもよく耳でやってたんですけどなんか高校の時って暇だからそのなんかで小指だけ伸ばす派だったんですよ私爪をで高校の時その小指の爪でなんか耳をそのなんか耳 クソががまるのが本当に嫌いだったから耳をこうなんかゴリ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 なんか耳のなんか肩なななんて言うんですか綿棒じゃなくて耳かき派なんですよ。でそれを小指で耳かきしてたらまあ普通に爪でゴリゴリやってたら、まあ、血出てくるんですよ。で血が固まったらかさぶたになるじゃないですか。でもかさぶたってこう耳赤的なこう鼻くそ的な耳くそ的なものとすげえ似てるじゃないですか。でそれをこうでもすっ もう取れそうなぐらいほっといたかさぶたってもう別に怪我しないし、はいでいいけどもう,もう耳くそかなと思ってはいたらまだ出来たてのかさぶただった時にめっちゃ血で耳から血出てきてで、ね、めっちゃ耳から血だらだらもうダイレクトにめっちゃやばいさ絶対ダメなかさぶたを吐いちゃった時にもうしかもなんかだん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 こうなんか奥に行っちゃうんですよねそれがまた奥もなんか引っかいちゃうっていうか最初はこう多分多分ですけど。 あの爪と同じでこう耳あかって <laughs> すんげえ汚いが本当にこの話耳あかってこう奥の方から外に出てくるシステムな気がするんですよその私の高校の時の分析によるとでなんかその奥の方のやつをほっといてこう表に出てくるまでを待てばいいのにその奥の方で引っかいちゃうからもうどんどん奥に行っちゃってでそれがなんかもう血だらけになっちゃって耳から血出てるんで「どうした?」っつって「保健室に行け」って言われてそれでなんか。 でも保健室登校気味だったんでなんかすごい保健室の先生のめっちゃ仲良かったんですごいねあの笑ってもらえてよかったっていう記憶がありますね。で本当にこれ時効時効じゃないかもしれないんですけど本当にもう過去一過去一の私私結構そんなに悪いことしないんで過去一悪いことしたなっていうことを今ここでも懺悔したいんですけどでも保健室にある毛抜きが なんかめっちゃ抜ける毛抜きだったんですよでめっっちゃ抜抜ける毛抜きって超レアじゃないですかで私毛抜くの本当に好きで,で抜毛症っていうぐらいのあれなんですけども気づいたらなんか抜いてて髪とか抜いちゃうのでそれをなんかもう髪を抜いたらやばいからそのなんかもう陰毛でやるように気をつけたり眉毛でやるように気をつけたりとかその。 してたぐらいすごい抜毛症で毛を抜くのが大好きなんですけどでもなんかどうしても,なんかもう綺麗に手で抜けない時ってあるじゃないですか。でまあなんかその陰謀とか別に長いからなんか指でブチブチ抜けるんですけどなんかまあ短くて抜けない、まあ、眉毛とか。 すぐ抜けとか、なんか、短くて抜けないやつあるじゃないですか。で、そういうのはやっぱ毛抜きで抜きたくてで、痛みを伴いたいから、あの、剃るのとかはあんまり嫌なんですよ。で、本当は抜きたいんですけど、まあ、あの、なんか、すねとか足とか腕とかはもう、あまりにも面積あるから、もうなんか全部抜けないじゃないですか、さすがに。だからさすがに、普通に脱毛行ったり剃ったりとかするんですけど、なんかもう、毛を抜いて、その毛根を一生眺めるのがもう好きでたまらなくて、で、なんか、できるだけ綺麗な状態で、その毛根を、 毛穴に残さない感じで抜きたいんですよこうなんか毛根の汚れなんですかね何なんですかねあの皮膚について白い透明なやつあれをもう完璧な状態で外に持っていきたくてでそれができる毛抜きってこうなんか実家にあんまりなくてそうでまあ亡くなったりもするじゃないですかなので保健室の毛抜きもう抜群の毛抜きなんですよ。で まあそれがな,んかなくなったらまあでも保健室困るじゃないですか。だからこっそりあんまり抜けない家の毛抜きと保健室の毛抜きをなんか入れ替えたんですよ。ああのの回ななんんかかね な,なんて言うんてううだろうなんか埋まっちゃうことあるじゃないですかトゲみたいなのが皮膚に。でそれをこう保健室に取りに行った時にもうめっちゃもうそのトゲを抜く時のもう完璧さその毛抜きの完璧さに感動しすぎてもう何この毛抜きと思ってどこで買った毛抜きだろう天才と思ってどこで買った毛抜きは聞きゃよかったんですけど今思えばそのうちのある毛抜きと入れ替えちゃったんですよねその中学の時か高校の時か忘れたけど入れ替えちゃって。 それは本当に申し訳ないと思ってるんですけどただ今ででもその毛抜きをずっっと使ってるんですよだからといって許されるわけではないと思うのでだからといってその毛抜きを今私が自分の母校に持って帰って「これすいませんでした」って私も「いらねえよ」って言われるに決まってるんですけどそうそれはもういまだに。 使ってて、ね、も本当に悪いこと窃盗ですから、ね、それもう普通に考えるとでも保健師の先生が「なんか最近毛抜き変わってんだよね」って言ってるとこまで見てて「えなんでだろうね」みたいな話し合わせて嘘ついたっていうのがもう一番もうなんか私の人生でやって一番悪いことだと思ってるそれもう本当にごめんなさいっていう気持ちでいますけどでもそのその業を抱えたままその悪いことしたなっていう気持ちのままその毛抜きはもう一生使い続けるって。 誓ってる自分に使 <laughs> ってる毛抜きが <laughs> これは私の誰にも言えないことですねまあありますのでまあ別に指と鼻くそぐらい欲しいって食いやいいじゃないですかそんな毒なわけでまあ毒でも危ないよねだってその菌,菌とかが鼻くそについてたらね,せね濃厚濃厚せ接触ななんかなんでこんなと思っちゃったのいきなり <laughs> なんか危ない気がしてきたじゃ鼻くそもちゃんと洗ってから 食べましょう <laughs> 食べましょうこれから危ないから多分ねそうしましょうはい次、えー、どうやら人を恋愛的に好きになる,になることができないらしく性的接触への嫌悪感もものすごいということが 特性なことが分かってきて、ああ、これ結婚とか出産とかそういう道に進むのは難しそうだなということが確定してしまいました。なんとなく薄々そうかなと思ってはいたのですが、婚活なるものをして、恋人という存在ができてからそれを実感したので、なんともチューブラリンな感じになってしまいました。相手にはそれを一応伝えてある,あるのですが、多分いまいち分かってないんだろうなという感じです。恋愛は、 えー、恋愛の好きではないけど遊んでいて楽しいの好きはあるので相手がそれでいいならこのまま結婚するような雰囲気が漂っているのですが愛されても同じだけのものを返せないのが歯がゆくてなんだか騙しているような気持ちになってしまいますそういうのが全部隠して、えー、楽しく付き合っていきたいというかいう自分勝手な気持ち誰にも言えないでいますいいじゃん勝手でいい,いいのよいいのよそんなのねもうれセックスできませんだって別に。 セックス大好きでも結婚してセックスレスになる人たちだっているんだしそれ事情はさまざま別にそれを伝えてそれでいいよって言ってくれてるならもう全然いいしこう愛に同じ分だけも違う分だけもな、ね、いそれ感受性のもん感じる側が愛されてるかな愛されてないかなって感じる方の問題ですから別にその一緒に遊ぶのが楽しくて一緒にいて楽しいので愛されてるなーで十分の人だっているわけでその人が十分って言ってるならもう全然。 いいっしょそれでもだって利害関係でいいからそんな結婚をね尊いものだとなんか別に思いすぎないでいいと思うんだよだって結婚なんて全然普通の地獄よだっていやそんな悪い結婚悪く言いたいみたいな感じのことないしむしろそのなんか結婚悪く言う人多いから別にで結婚をのなんか新しい良さを伝えていきたいというか,なん,かなんかうまく言えてるか分かんないけどっていう風にこう思ってるけどそんなあれよあの そんなに神聖なものと思うことはな,ないと思うけどねそのなんか利害関係で全然いいっていうかだってなんか私あの推しと結婚したいみたいな感じが一番理解できなくてだって本当に人生全部背負って幸せにしなきゃいけないっていう責任を置いて自分だけが一番幸せにだって。 その人はたくさんの愛情を得ることが幸せって今思って活動してるのにさ私の愛情だけで幸せって思えるタイプの人間じゃないわけよその人いっぱいの愛情を浴びたいっていうタイプなのにさそれを阻害してまでさ自分が結婚してさ別のすごいものをさ与えられるまでの自信がさすごいあるのならすごいけどそんなだってさしかもなんかすごいそれ言ってるタイプの人はだってもうずーっと。 ずっとさあそんなさ何やってても可愛いよっていう風にさ思,思えるならいいし私もその好きな人に対して思えるけれどもその一緒に同居す,同居するということが一番幸せを与えられるとは思えないのよ私が。だってね自分のあだも見せるし自分のあだも別に見せてもいいと思ってるけどでもなんか。 多分、ここが嫌みたいなことは人一緒にいると絶対誰しもあるから、そこの折り合いをつけることごと楽しいって思える関係の人と一緒にいないといけないわけじゃん。それってもう恋愛とかじゃなくても全然 OK なわけよ。そのなんか、うん、一緒にいるということにおいてになるから、だからあんまね、なんかね、なんだろう。 ずっと努力しないとん無理よね。だからずっと努力し続けられるだけの好きがあるか、そんなものなくても別に結婚だから努力できるか、みたいな。もうなんかあの、今日ね、でもねあの、ちゃんと、ちゃんと話せるテンションじゃないんだけど、<laughs> ちゃんと頭が切れてる状態で喋ってるわけじゃないから、ちょっとうまく言えてないかもしれないんだけど、うん、とかね、全然ね、いいと思うよ。その恋愛的な好きとかなくても。そう。だから恋愛的な好きってなんだよって話ですからね。恋愛的な好きって、 なんだよ <laughs> 分かんない <laughs> いいんだよ好きなら何でも好きでも嫌いでも何でもちょっとでもちょっと好きでもちょっと嫌いでも何でもだってだってそのなんか恋愛バラエティとか見るたび思うけど3人のうちの1人好きになれますかって思って好きに結構みんななってるわけだからさ その程度よ好きなんて感情って思ってたんだけどずっと小学生の時とかにいのりとか見ながらまあその程度だってクラスメートの誰々君が好きみたいなのとかさ十何人の中からさ好きになれるんだよすごくないだからその程度よその程度よ好きの運命なんてそ,その程度なんだからいいんだよそれでうん。 次、えー、誰にも言えないことなのですが私は小学生の頃校庭で一目惚れをしてからずっと3年間好きだった、えー、3年間片思いで終わったと思っていたけれど多分今まで生きてきて本質的に恋と呼べるような恋はこの人にしかしたことがないし今もこじらせていてインスタを見まくっている男の子がいてそのことは小学校3年から5年まで同じクラスでしたある日掃除の時間にランドセルが入っているロッカーを吹く係かにかりなり本当本当にほんのほんの出来心で だったんです私は誰も廊下にいない見ていない多分隙を見て「今だ!」とその男の子のランドセルをなめました。テンパりまくってて当時の記憶が曖昧なのですが味としましてはとても苦かったことを覚えています。北田くんんランドセルなめめてごめんな あーランドセルあるあるるねノ <laughs> リツッコミできた今あの、まあ、よくリコーダーでやるやつですよねこれはあの、まあ、最近のクロちゃんの名言で言う「誰々ちゃんの近くの水飲みたい」ってプールで言ってたあの名言があるんですけど、まあ、そういう感情ですよねもう口もうなん,なんとか自分の内臓に取り込みたいという。 あの感情ですよね。で、内臓に飛び込みといのって、その人の相手の内臓的な部分であるということが多いんですけど、あのランドセルっていう。すごい。外側の部分をね。取り込もうとするというね。外気に触れまくってるかなっていうね。はい <laughs> でも思いついちゃったんですね。はい、もうね。すごい。もうなんか。まあ感情としてはね。だってね。舐めたいって思っちゃいますからね。やっぱりうん。ランドセル。 えでもランドセル舐められて気持ち悪いって思うかな私ランドセル舐められてランドセル <laughs> いいなランドセル舐めてる PV 撮りたいななんかうん肉欲としてはすごく矛盾しているところに本当の肉欲を感じる話ですねうんうんはい次の「誰にも言えないこと」 まだ俺の晩ご飯が用意されていた頃、中まで火の通っていない魚や鶏肉、冷凍庫に入れられず室温で3時間ぐらい放置されてデロデロになったトロサーモンとか、たまに出てきたりしてたけど、なんか行ったり残したりして争いが起こるのは避けたかったので、無理やり口に詰め込んで飲み込んで秒でトイレで吐いて、吐いてた。だけど、おえーって声も聞かれたらやばいので、なんとか我慢しながら吐いてたら、いつの間にか無音で吐けるようになった。そんだけです。 えー、なんかまあ誰のメッセージか想像できそうな感じがすごいしますけどえこれわざとなのかな火通ってないとか室温で3時間とかそういう人ってことか嫌がらせじゃなくて普通にそういうおっちょこちょいな人なのかなへえー、すごいねすごいねって普通に言っちゃうすごさが、えー、結構衝撃だなあるんですけど。 でもまあ無音で吐くのはまあ分かりますよ私も <laughs> なんか過食を,をしちゃう時とかにね家族にバレたくないなみたいなのはありますからねバレてないと思ったらバレてるっていうのもありますけどねちなみに私は今あくびをしてるのをバレないようにしゃべりました <laughs> どうでしたか バレまませんでしたか <laughs> 次行きたか次きいいと思いますえ幸せそうな家族やカップルを見ると自分がそこにどう介入してどうやって男性側を奪い取ったらどんな風な関係性が崩壊するかなって妄想しちゃうこと色仕掛けしたり逆に純粋そうなふりして落とせるかなとか落とすまでがゴールで本気で愛されたいとは思わないので頭の中で相手方の交際関係が崩壊したらそこでゲーム終了。 実際に寝とるとどえらい面倒なことになるしそもそも私はブスだからえ、そんなこと言わないで現実には起こりえないけど頭ん中くらいならいいでしょって思ってガンガン妄想してる頭ん中くらいいいよそれが理性なんだからそれが一番正しい生き方そんなものがないって思うことよりも頭ん中でそういうことを考えた上であるあるってなるのが一番私はいいと思うよその生き方がとてもとても好きですよはいあとなんか それなんか私はでもよくするのはなんかなんか本当にこの人を幸せにする解消があるのかみたいな人が自分の推しの女の子とか好きな女の子となんか結婚しちゃった時になんか誰をそのその夫のところにこのハニートラップしに行かせたら引っかかってそのなんか 壊せるかみたいな「いや究極推しが幸せならそれでいいけど本当に?」みたいな疑わしい時にまあ別にも幸せだったらそれで本当にいいんですよとかそれ言いはしないですよそれそれ幸せですかって言いはしないけどだからでも頭の中でそのなんかうんって思う時がある時はなんか誰かを,誰,をハ誰ハニートラップにどういうふうに仕掛けたらなんか引っかかってくれるかみたいなのでいろんな人で妄想しましてあ この人が絶対に合うななみたいなだからそこはなんか多分プロデュース能力が多分高いので多分本当に引っかかるパターンの女性と行動とかをこう頭の中でプロデュースして <laughs> やったりとかしますなんか曲作る時とかなんかプロデュースする時とかにもなんかそういう設定作ってそういう時乗ってなんかプロデュースに役立ったりしてるなって思うのでプロデューサー向きかもしれないですねこの人は <laughs>。 <laughs> はいでもなんかそういう妄想とか本当楽しいですよねなんか全然関係ない人になんかこの人家帰ってまず何するんだろうとか考えるのとか電車とかでねめっちゃよくそれはもう本当によくやったりするので楽しいですよねこういうの。生きる楽しみだよえー、次5年前くらいから頭皮にできたニキビいじってかさぶた剥がしまくったせいで剥げてきてるのに親の遺伝のせいにしてることお父さんごめん。 えーでも頭皮にできたニキビをいじるいじっちゃうっていう遺伝はあると思うな,なんかなんかかきむしり方とかなんかそういう性格とかって似るじゃないですか結構だから頭皮にできたニキビをかいちゃってかさぶたを剥がしまくっちゃう性質を遺伝したから剥げたっていう結局遺伝のせいでいいと思いますよ。次 えー、学校ではマジでおとなしく優等生ぶってるけど心の中では全校集会とかでいきなり前に出てマイク持って「あたの夢は」って歌い叫び出したいし机投げつけてパソコンとか壊したいしそうしたら、えー、学校のの人がどういういい表情をするるか見たっって思って思こ,こういうことを思ってるのって私だけなんですかね。 えマジなんて可愛いメッセージなのこんなの全然言えないことじゃないよめちゃくちゃ可愛いでそういうところがあるんだってこう分かったらすごいモテると思うモテなくていいんだけどモテモテって言ったらちょっと浅はかなものに感じるかもしれないけどそういうところをが人の心を打つのよでとこあるわよ絶対にんかそういうのねちょっとずつ出しちゃえよ出しちゃお出しちゃおはい次えー 全部なんか4つぐらい読めそうなものをあったら読んでねってきたのを全部読みたいと思います飼ってたイグアナの尻尾が切れてしまいせっかくなのでちぎって食べた表向きの仕事とは別で裏では風俗嬢10年選手え10年もすごいねえすごい すごいよだってきっと精神的にも疲れるだろうに十0年も続けられるの本当にすごいと思う20代前半までバンドマン食って楽しんでたからこの年になって普通の恋愛ができずに積んでる〇、えー、〇〇○〇〇というバンドマンに勝手にはめ撮りされててこの間なんとなく LINE 見たらブロックされてたから「えー、ピさま」とか「大森さんの写真写ってるたびなんかムカつく <laughs> なんかごめんなさいじゃあ写真あげないようにします <laughs> そんなに近しい人ではないので。え <laughs> 女同士の不幸で飯が食えるタイプいいなまず結構疲れちゃって「うえ!」ってなっちゃうタイプだから <laughs> 全然不幸で超飯食えるわって思えるタイプになりたいなんかそれってなんか調調教自己調教みたいななんかセ,フセルフ洗脳みたいな暗示自己暗示でできるもんなのかななんかもう本当に結構苦手すぎて。 なんかもう派閥とか作られるのとかなんか縄張りとかのなんか長でありたいタイプとか結構本当はめっちゃ苦手でなんか「うえ!」ってなっちゃうんだよね女同士でそういうなんかやり合ってんのとか見ると私もずっと個人プレーだったからやっぱりソロプレイヤーをずっとしてきたからさなんか「わわ!」って思っちゃうんだよね。でもそういういのって 飯食えるようになりたいな確かにちょっとあくびふるれ、ね、あくびしました <laughs> はあもう当日の早朝にねこれ撮ってますからうん次即、えー、実験室お疲れ様でしたあこれ実験室の日に書いてくれたんですねファンクラブのイベントのオンラインイベントのオンラインイベントの続実験室めっちゃ良かったですねなんか多分結構 まあその本当の現場本当の現場で会いたい人もまあ絶対いると思うけどなんかオンライン良かった気がするだって結構遠くにいるよりも画像の方が映像の方が繊細に見えたりとかしますもんねなんかライブだとこのオーラ伝えたいとかあるけど別に喋ってる時にオーラもクソもない,ないもんね。<laughs> でしかかもなんか あの実験室だからって言ってそのなんか実験室でいつも大盛り成功うどんと大盛り成功うどんっていう私が家でもう本当に3分とかで作れる料理をあのみんな出してるんですけどそのイベントの時はそれをなんかみんな家で自分で作って食べて食べながら。 そのイベントをしてくれイベントを楽しんでくれてるなとかめっちゃうれしかったです見てくださった方ありがとうございますでその見てくださったからからのメッセージ今日全然ロレッツ回ってねえな見てくださったからからの <laughs> 見てくださった方からのメッセージですはい私の誰にも言えない言葉俗実験室を見ながら陰謀を襲ったことですなぜか伸びてた毛が許せなかったのですあでもそういう時は余裕であるし全然なんか毛剃りながら見てくれもう毛剃りながら聞いてほしいぐらいの 番組ですこれ本当に <laughs> 次お金ないない言ってるのに毎日お寿司をスーパーで買って食べてることえ全然いいじゃんスーパーのお寿司ってだって夜に行くと結構半額とかでしょお寿司が一番安くなるからね生ものだから、えー、めっちゃいいじゃんなんか私お気に入りのスーパーがなんかめちゃめちゃ食材全部美味しいとこなんですけどそんな別にめっちゃいいスーパーとかじゃないですよ全然,全然普通のスーパーパでなんか でもなんかバイヤーの人がすごいなんか多分こだわって美味しい野菜とかお肉とかをこうなんか調達してくれててでしかもなんか大体大体っていうか私コンビニで働いてたからわかるんですけど麺出しって言って一番こう取りやすいところに こう置くのって一番賞味期限が近いものを一番こう前に出すじゃないですかでもそこのスーパーは違って一番これ絶対美味しいよっだからもう一番手に取りやすいのをこうまあ好みありますよ例えば肉が脂身が好きとか赤身が好きとかあるじゃないですか私は結構霜降りめの脂,がじゅ脂身ほぼ脂身みたいなのでおいしいと思っちゃうタイプなんですけど。 なんかもうでもそこはなんかもう面出しされてるのがもう一番綺麗で一番美味しいものが面出しされててで賞味期限切れそうなものはもう逆に後ろの方に置いてあるスーパーなんですよ。でそれをなんかその、まあ、夕方ぐらいに行くとこう半額のシールが貼られてこう売られるっていう感じのスーパーがあって、まあ、そこすごいお気に入りなんですけどだからまあ 一番美味しいのを買うかめっちゃ安いのを買うかっていう感じじゃないですかスーパーってで、ね、結構私あの安いの方を買っちゃうけどでもなんか半額20%オフだったら普通の方美味しい方を買うけど半額だったら半額の方を買うとか、まあ、そういう自分ルールはありますよねスーパーで。 はい次、6月15日に有線ピアホンを購入しました。さも前から買おうと思ってたものをたまたまこのタイミングでという風に購入しました。前から買おうと思ってたのは本当です。しかし、この日に足を伸ばして買いに行った理由はちゃんとありました。 その理由が、えー、妻に言えない秘密ですその2日後に、えー、ニコニコ生放送の番組にご出演される藍染カレン様がバイノーラルマイクを使ったささやきセリフを言ってくださるという予告があったのでそれをどうしても高音質で聞きたくてこのタイミングで購入したのです結果自分の送ったリクエストセリフをカレン様に読んでいただけてそれを高音質で聞くことができ大勝利でしたなえー、それなんかすごい良い買いか買い物の仕方ですね。 本当にいる時にならないとこれ買おうってずっと思ってたものとかでもなんか本当に買わなかったりするもんね。あのい,い,いい買い物でありがとうございます。もう私はもうピアホを買っていただけるともう私が売ろうししし仕組みにそれは家族なので、まあ、別に私が売ろうわけではないけど別は完全な完全折半制なんですよ家計はそう。もう今月 なんか2人で食べたごはこれぐらいっていう生産をまあ毎月して、まあ、夫は毎月豆なタイプなんでするんですけど私はもう3か月か半年に1回ぐらい生産してでなんかその、まあ、家賃水道とか、まあ、全部その2人で使うお金をなんか計算して相手の分はこれ自分の分はこれって計算してこう生産してぴったり2で割るっていうで両方2人とも自分のものは自分で買い2人のものは完全な割り勘にするっていう。 仕組みなので、はい、なので別にそんな潤ってるとかいうわけではないかもしれないですけどでも、まあ、ピアホニアの妻として本当にありがとうございますって感じですね。はい、次誰にも言えないこと えー、5歳の時にオナニーに目覚めたことですリビングのソファーの上に寝転びテレビのリモコンをあそこに押し付けて足ピンオナニーをしていましたどこからか知識を得たとか何かに影響を受けたとかいうわけではなく自然にオナニーしていました親や姉に見られると止められるどうしてダメなのかは多分言ってなかったけど、えー、なんか癖になってやめられず周りに誰もいない状態ですが、えー、いやあ周りに誰もいない状態でするかブランケットとかで下半身を隠しながらしていました 人に隠れながらしている時のバレるかバレないか具合を責めバレちゃダメだけど気持ちいいいいかららやめられないっていう感覚がありましたでも当時18歳くらいの兄は私を見ても何も言わなかったので兄の前だけでは堂々と何をしていました今思うとすごく恥ずかしいけど5歳くらいの妹がリビングでものにしても一切何もしてこなかった兄を私は誇りに思いますいやできないたら5歳の妹に <laughs> 誇りに思いますここからは余談ですが最近 親が私の部屋を勝手に掃除してありがたかったんですがベッドに置いてた愛用の電話がなくなってしまったことにはちょっと泣きましたしかも電話について別に何も言われないという怖さうわわその親にそのエロのやつをのやつを見られる時が人生で一番怖くないですか私心臓飛び出そうになりましたもうあの親の SM 小説みたいなやつあの読んでるのをなんか親の部屋から 調達して自分の部屋に持って行っててて行読むんですけどその調達してる時にすれ違って後ろにこう本を自分の背中にさ本を隠した時が一番もう心臓の口から吐き出そうなぐらいもうドキドキした <laughs> ドキドキしたドキドキしたことだったからそれめっちゃドキドキするなでもそういうの知らずにはめっちゃでもそのオナニーを誰にもこれがオナニーっていうのを。 教わらずにこう自分で開発できたって本当にすごいことだからなんか憧れあなんかかっこいいと思いますだって自分で開発せずに人からこれがオナニーだよって教わってやってみるよりなんか自分の感覚でそういう気持ちいいっていうことを知ることができるってすごくないすごいことじゃないですかすごいかっこいいことだと思うんですよあのなんか あのオリリジナリティの話ですよだって自分で性にちゃんと目覚めてるからそれってなんか人にき、ね、与えられたものじゃないからそれが一番かっこいいことだってこうなんか。 ね、芸,芸術ぐらいの感じで思っちゃうんですけどね自分はどうなんですかね。まあ、自分はそういううい思っちゃうタイプなんですよだって私子供の時に本当に不思議でなんで世界中にこんなにいろんな国でいろんな価値観があるはずなのになんでみんな男女は付き合って男女は結婚するっていうことが普通になっててでなんかセックスとかキスとかそういうものをするっていうことだって知った時はなんで誰にも教わってないのに。 みみんんななキキススすするるだろうとかキスする仕組みなんで世界共通ですキスするんだろうっていうのが不思議でしょうがなかったんですよ。もっと別の愛情表現をしてる国とかあってもおかしくないしまあ多分あるかもしれないけどだろうにキスとセックスって結構どこの国もまあでもそれは子供産むためにそういうふうに人間はできてるからっていうのもでも分かんなかったから小学校の時とかはなんでみんなキスとかセックスとかまあセックスって小学校の時知らなかったけどなんでするんだろうみたいな超 不思議でしたねなので自分でそれを見つけられたってでもそういうことじゃないですか本能的にそうすることだからそれを自分で見つけたっていうことだから超絶羨ましいですけどねそれを自分で見つけたっていうことが。なんか私の私はなんかなんか多分弟が性の目覚めに気づかずに私のおっぱいをめちゃくちゃ揉んでたんですよ。でなんかおっぱい揉ませてって言ってそのなんかおっぱい揉ませてあげるタイムみたいなのがあって。 ででなんかそれも本当にちっちっゃい時ですよ3歳とか4歳とかの時だからもうそういうこととか分かってないし、まあ、もしかしたらもうなんか子供のおっぱい好きみたいなやつでそなんか私のおっぱい揉むのが大好きでそう小私が小2さんの時だとか、まあ、やっぱ34歳45歳とかの時だと思うんですけどすごい弟私のおっぱい揉んでてもうちょっと大きかったかなでもで。それがなんかでもだんだんおっぱいって疲れてくるじゃないですか。だかからなんかもう 飽きちゃって、なんかおっぱい揉ませてあげるって約束して、ゲームをなんか弟からゲームの時間をもらった。ゲームしてたってことは、もうちょっと大きかったのかな。ゲームの時間もらったのに、なんかおっぱい揉ませるのがだるくなって、なんか紙におっぱいの絵を描いて、はい、これおっぱいだよって言って、これ揉んでいいよって言って、弟がン泣きしたことあるんですよ。で、それがなんか結構古い記憶であって、で、なんか。 結構なんか家を裸で歩いてたりとかあとなんか弟が多分こうなんか皮をなんか皮をむ,む,むいてむ,むくじゃないですかこう小学生ぐらいででなんかそれ私も自分の子育ての時になんか赤ちゃんの時にむいた方がいいよ説と別にむかないでもいいよ説があって今むいた方がいいよ説の方が有力なんですよそういそそあそこの皮を。 で剥かないとそのなんかカスとかたまって不潔だからそ,そこれで病気になったりとかもするからちゃんと剥いて洗った方がいいよって言われてたんだけどそのなんか私はもうなんか本当に痛がるからもう剥けなくってかわいそうだからって思って剥いてないんですけどその子供の皮は。でそのなんか弟はなんかその多分小学生の時ぐらいにちょっとずつちょっとだけ剥けてきたんだと思うんですよ。でそこになんか、まあ、尿道とかあるじゃないですかそれでなんか。 見て見ておちんちんの鍵穴だよって言ってすごいなんかその中身をその見してきて本当に鍵穴にめっちゃ似てたんですよでそこに鍵を刺して遊ぶっていうゲームを弟とやってて「痛い痛い痛い」みたいなそれめっちゃ二人でゲラゲラ笑うっていう遊びをまあこれ誰にも言えないけど誰にも言えないこと YouTube で言うなよって話でこれバンされないのかな大丈夫なのかまあラジオ、ね、深夜ラジオのノリで喋ってるんですけどしかも深夜じゃねえしな <laughs> <laughs> まあいいや若いとことかも聞いてくるかもしんないけどまあごめんってことでごめんってことでとか何の解決にもなってないけどそういう遊びをねやってましたよそういえばそれであの2次元の女恐怖症みたいになっちゃったのかもしんないもう弟が。全然だって大学も,も最近どうなってるのか全然知らないけどうちの弟も,もなんか大学の時ぐらい。 まで喋ってたんだけど大学の時からすごい仲悪くなったからもともと仲は悪かったけど大学の時に本当に仲悪くなって一生喋んねえと思って本当に一生喋ってないんだけど弟はねあのなんか二次元好きって言ってた同級生が彼女を作ったことに対してマジで切れてましたからね裏切り者みたいな感じで,でそうやってみんな裏切っていくんだみたいな感じで本当に怒ってたからなんか本当に。 まあまあ、もしかしたらまた童貞かもしれないよ。知れないよとか知るかって話じゃない、ね。私の弟が童貞かもしれない話だからするかって感じですでもなんか、そういうね、考えるとね、良くなかったのかもしれないよね。裸で私があり決まったりとか。うん。でも、その兄弟とかの言えないこととか、家族の中の性的な言えないこととかたくさんあるよね。なんか、もうちょっとだから、その、教えてくれればってとこあるじゃん。教えて、 いや本当にダメだよこういうのみたいな,なんかオープンな感じで親が言ってくれてたらまださもうちょっと違ったのかもしれないよだってもう異常な方向にでもどうなんだろうそういうものってでもまあ本能的なで本能の目覚めで言うと私も確実にこう性の目覚めでて本当に自覚があるんですけどこれが性の目覚めだっていう感覚が自分の中に残ってて私あの地獄図鑑っていうのを持ってたんですよ小学生の時に。 いろんな時刻が載ってて「何々の刑」みたいな「こんな時刻があるよ」みたいなそれを見てあの完全に目覚めたんですよ「この時刻気持ちよさそう」みたいな、まあ、それと「マジカルズ・ノー・パワー」っていう番組のす、ね、あのでね保育園とか幼,あ保育園じゃ幼稚園生みたいなちっちゃい子にあの女の人がくすぐられるっていうちょっとクイズ間違ったりしたらあの10秒間くすぐられるっていう。 あの罰ゲームがあってその番組でそれと地獄図鑑を見てなんか生に目覚めちゃって長渕ド m なんで目,ざ目覚めちゃってでもいろんな地獄をこう夜にこう妄想してこんな地獄こういうなんか、まあ、今,今で言うっていうかあの用語で言う「攻め」なのかもしれないこの攻めされるの最高みたいな。 なんか水攻め最高とかこういうふうに溺れてみたいとか針の山に刺されてみたいとかそういうのを本当に妄想して寝るのが超絶楽しい小学生ですもう完全にそれが生の今思うと生の目覚めなんですよね。なんでこう自分で目覚められるのはもうすごい羨ましいよっていう話ですね <laughs>。ちょっと待って携帯がオープンできなくなったあ、できた。 いやもう自分で目覚めるべきだよな。次 えー、21歳の大学生、付き合って4ヶ月の、えー、同じ大学に通う彼氏がいます。初めてちゃんと結婚したと思えた人で、とても優しくて、お互いの親にも会っていて気に入られています。半年ほど前に彼氏の友達2人が大麻所持で捕まりました。彼氏はその日に2人会っていたこと、大麻の,の使用力があると自白したことで、今日になって起訴されました。起訴されたら前科はほぼ確実につくらしく、大学も、えー、友達 二人は退学になっていろいろなことを考えたけれども私は彼氏が好きだし別れたくないですが結婚を考えていたからこ,こそ親の反対や将来を考えるとどうしたらいいか分かりません。 えー、前科は5年か10年過去差があるで実質残らないことになるらしいですやってしまったことは消せませんが本人は反省をしているしもうタマーはしていません私はどうしていいのか分からず彼氏がいない部屋で彼氏のものを見ながら泣くことしかできません聖子ちゃんならどうしますかヤフー知恵袋みたいな使い方してごめんなさい <laughs> 私もねヤフー知恵袋があったら相談したいこといっぱいいっぱいありますけどまあ これもうねあの一回やったらねやめられないと思いますよそのもうまあ私ね思い,、ま、思いますねっていう話しか聞かないですね一回やった人はやめられないよっていう話しか聞かないのでまあもうでまあ向き合って向き合ってもやめないっていうことの方がね多いと思いますけどねどうなんだろうでも好き好きじゃなくなろう <laughs> いや好きな気持ちは決 <laughs> うん結婚はやめようだってやめない <laughs> はです私ははいまあいろいろありますけれどもだって迷惑を自分の関わってる仕事の人とかにも迷惑かけますからで完全にも本当にの意味でもう信用できるようになったら彼氏のことそんなぜ絶対大丈夫っしょみたいな。 もう自分がもう何の,その弁明もされずとももうやらないやらないって言われずとも何もなくても完全に信用できるこれ明らか信用できる人間だわってなってからまた考え直すそれまではもう一回一回無理にしようねしようよそうしよううんそうしていった方がいいと思うなもうねその厚生労働省のホームページとか 私もなんかそういうイベントとか出たことあるのであれですけどまああの突き出すべきか治療するべきかっていう話で厚生労働省は治療もう病気なんで治療しましょうっていうねそのなんかもう一回でも使ったらそれは乱用ですってあのでもう普通の風邪薬とかでもそのなんかもう風邪を治すために使うんじゃなくてたくさんオーバードーズするとかもそれはもう乱用薬物乱用ですも等しく乱用です一回でもやったら。 乱用したということになりますっていうふうに書いてて書いててね、まあ、そ,それをまあ一回読ん,読んでみてでそこで、まあまあ、治,療治療をするべきなんだよっていうのを書いててねほんにそのまだ諦められないのならもう治療をするべきだから徹底的にこう向き合ってまず治療、ね、してみましょう。 次、えー、私が感情的になっているのを、えー、あ彼氏へって書いてる彼氏へ私が感情的になっているのを見ていつもひすってるとか生理のせいとか想像力足りなすぎあと性的な目でばかり見るな不快なので彼氏のこと全然好きじゃないか <laughs> 全然好きじゃないんかい <laughs> 全然好きじゃない感めっちゃ出てるねうん別れましょうえー、次 えー、実はマスターが地いで通い始めているゲーバーがあるんですが去年そのバーのイベントでカラオケ大会がありまして「愛してる .com」を歌わせていただきました。 あの店なら会えるけれどそうじゃない街角で偶然会いたいのとこがね好きなんだそうですえ他の参加者は三十から五十代と大人の方ばっかりだったのですがキャッチーな曲と歌詞に大好評、えー、大盛り上がりでしたありがとうございます、えー、いろいろあって今そのお店を手伝うことになりえすごいある意味通い詰めたアイドルに入っちゃったような気分ですえ楽しそう <laughs> えー、ガチ恋だったマスターはある意味プロデューサーなのでもう興味はありません。あ、そうなんだ。<laughs> 男が共感するのは本意ではないかもしれませんが、大森さんの音,音楽と詩に共感で勇気づけられたり、一周回って背中を押してもらったり、働くおさんで世界がキラキラ、えー。本当にいつもありがとうございます。今一番歌いたいのは愛のセンスです。いつも本当にありがとうございます。ということで、えー、ありがとうございます。え、男が共感するのは本意ではないって私、 全く思ってないしどっちかというと何かへもなんか女性が聞いて共感できるみたいなのになんでだろうって思ってるタイプ <laughs> それは乙女心は歌ってますけどねけどまあそのなんな乙女心っていうのって別に女だから思ってるってものじゃないじゃないですかで私はやっぱりそのずっと言ってるとあのやっぱ失うで男の人ってなんか 男の人ってとか女の人ってって言い方もあれかもしれないですけどでも心はあると思うんですよ。そのそのそ差別とかじゃなくて自分は男だという心とか自分は女だという心とか乙女心とか男らしくいたいみたいな心はあると思うんですよ。っていう意味で,で男,の男の人の歌詞とか私結構そなんか。 見るんですけどでそのなんか男感をめっちゃ感じたらこうなんかうって思ったりとか結構多いんですけどでなんかその歌詞でなんかやっぱ失ったもののことについてめちゃくちゃ歌うんですよねだから失ったものに対してえー、なんなんていうか思い入れというかその絵文みみたいなのを感じるんですよで女の人は自分の自分がいつか失っていくみたいな ものに対してこうなんか刹那を感じて今を生きるみたいな感覚を感じている感じがすごいしててで、なんかなくして開き直る。いつかなくしたら開き直るみたいな。でも男の人はなんか最初開き直った。はじ開き直ってる。始まりで泣く。それをなくしてしまったと気づいて、なんかそのなんかブルブルースをいつ感じてるかみたいなののタイミング。 でで好きかかか嫌いかが分かれ,分かれるんですよだから別にブルースかちゃんと感じてたらそのなんか別に若い男子とかでも好きだしなんか多分そのなんか切なか今今ちゃんとやる中の今マックス生きてるぜ感っていうものが好きっていうだけなんですよねなんか分かりますかうまく言えてるか分かんないですけどだから別に私なんか男の人に聞かないでほしいとか女の人を守るべきだよとかもいっす 思ってないですからねどっちかというとなんか女に甘えないで面白くないやつなんて罪ぐらいのを本当は言わないけど思ってるタイプだからまあまあまあラジオ聞いてる人はめっちゃ分かってると思うんですけどその辺はめちゃくちゃ。 本本当当は思っっっちゃゃてだっててだ面白くないないんて本当に罪じゃんでも最初のラジオからずっと言ってるけど本当はねそっちのタイプなんですよだからなんか、まあ、みんなメッカーだよっていう大前提はねある,あるにしてもそうなんか、うん、キラキラしてるものが好きっていうだけなんだけどなっていうのでその共感してもらってめちゃめちゃ、まあ、共感共感っていうかそう共感っていうのもねだって共感なんていうのが 一番些細な感情を殺すから、一番共感じゃなかったりっていうそのなんかんまあかこれ難しい話かもしれないですけど語ったりするじゃないですか。で共一番共感性が高いものって歌ってみんなが共感したってなったら。 共感なんてさらってたまるかっていう感情を歌にしてるわけだからみんなに共感されたらなんかそれも尺みたいななんか気持ちになっちゃったりするのでそのなんかその性別とか自我みたいななんかの,の皮の部分を超えてそういう風にこれいいって思ってるのはもらえるのはもうめちゃくちゃ嬉しいことですよ。へそろそろ今何分ぐらいですかねあもう1時間ぐらいになってきましたね。 今日、今日はあんまりうまく喋れた自信がないけど、今日もノーカットでいきたいなと、<laughs> 思います。そのままをアップしちゃおうと思っております。いかがでしたでしょうかえミッドナイト成人成恋ラジオ。今週もお聞きくださいまして。ありがとうございましたよ。本当によく聞くよ。つたない喋りを。 本当にしゃべり上手な人ってなんであんなしゃべり上手なんだろうね。私好きなんだけどさ、上手にはなれないからな羨ましいよ。でももっと上達してね、みんなに楽しい時間を味わってもらえるように、これからラジオで鍛えていきたいと思ってるので、よろしくお願いしますしまあ別に。 れれななくくてて面白いことしゃべれなくっても毎週もう本当にどん底みたいな気分の時でもまあまあどん底みたいな気分の時は全然毎日あるから別にその時間をずらせばいいってだけなんですけどどん底みたいな気分の時でもどん底みたいなののまま収録みたいな月もね週もね現れるかもしれないしそれも楽しんでもらいたいスタンスぐらいの、えー、さらけ出しようでいきたいと思ってますので、えー、おもり成功いろんなおもり成功味わってください来週もよろしくお願いします。 えっ来週のテーマ何にしよっかな来週あでも好きなあの下着について語ってほしいですもうなんかこのしこ,んなんかこの材質じゃないとダメとかなんかそういうんかまあ普通になんか柄はこれがいいなとかブリーフ派みたいなやつですかあったら聞きたいなって思いますあとはですねあとあと言えることあるかな ないや <laughs> あ,あとゾックの CD がね出ますので、あのー、買ってくださいいよいよ CD のねファンの版としてちゃんと発売できる形になんとかなってよかったです、ね、オンラインイベントもま近々発表したいと思いますのでそちらも楽しみにしていてください、えー、あとはあれですねプレーバックライブとかもやってますので去年のライブを私がコメンタリーしながら、えー、見るのを みんなも見るというね一緒に実況しするのを見ていこうというプレイバックラストイヤーライブという企画もやっておりますのでまあ、ぜひぜひいろんなところでお守りせいこ楽しんでいってくださいよということでまあ元気にやれよ <laughs> 私はまだあのいろんなパフェにねハマってますよこの前パフェ食いに行ったらあのキューポットカフェっていうねお菓子をモチーフにした アクセサリーをモチーフにしたお菓子を売ってるというもうめちゃくちゃなことが起こってるあのカフェにね行きましてですねでいちごのパフェをね食べたら半分ぐらい食べたところで普通になんか。 普通にスプーンでつっついただけなんですけど、あのガラスがね割れちゃって、でガラス割れたから作り直しますねって言われたんですけど、パフェってクソでけえから、いやもう半分でお腹いっぱいだなと思って、半分でお腹いっぱいだけ一1個で限界で限界にチャレンジぐらいがパフェじゃないですか。のを作り直されたのを、でも残すのは悪いからと思って1個半食べて、うげーってなりながら、それでも、そのすごいこれ、あれですね、悪い、あの、 広告になっちゃってますね。でもまあ一個半パフェ食ったらどこでもうげってなんからすっげえ可愛かったんですよ。すごいね、パフェ食いすぎたわーってなりながらご飯食えないわーって思いながらその日の夜ラーメンを食べましたということで今週はこれで、えー、さようならしたいと思います。えー、ありがとうございました。またねー。